今日の動画はヘクトラコラボ、相馬を泥酔させたら何でも待っててね。どうも、相馬トランジスタです。やったおー、こんなとこにスイッチある。ガン、顔面スイッチ。あらたまちゃん、今日もエンジン全開。チートのスパーザファカー。あーやだ、これこれ。さっきタクシーで予習してきたよ。あはは、相馬さんの家に来ました。やだー、めっちゃ嬉しい。やだ、千枚家で。千枚家で。これ何の動物の檻なんですか。檻じゃないんだよ。いや、もう今日は別に何もないんですよ。はい、とりあえず仲良くなるためにお酒もっと入れたいなって。あー、確かに。そういうこと。それ、それだけっすよ。それだけ。カングリすぎ、カングリすぎ。あー、そうです。ちょっと頭、そうだね、カチコチになってるな。本当に飲むだけでいいってこと。マジで。いや、全然それだけっすよ。だから、それぐらいでいい。そう、どうしたの。いや、ごめんごめんごめん、自信ないくださいよ、ほんとに。じゃあ飲んじゃおうか。よっしゃー、飲もうぜ。こんな飲みながらね、マジ憧れてたんで、マジ嬉しいっすかって。まそうっすよ。まずね、そこですよ。どこに憧れてんの。え、どこに。いや、だから、うわ、むず、だから全然出てくる。嘘でも出るだろ、もう。あんだけ喋ってたんだよ。全然出る。まずじゃあ、まずじゃあ、テキーラ行く。よっしゃー。どうも、全然飲みたそうじゃない。飲みたいよ。いや、今日は飲む日っすよ。大丈夫大丈夫、大丈夫。朝まで、朝まで。じゃあ、どうも行くね。下にこうやってる時にお前手伝え。おー、いや、右端は何もせんでポジションやん。知らん知らん、そんなポジション知らんよ。酒飲んだぞ、タバコだけ。めっちゃうまそうやん。いい飲みっぷりっすね、相馬さん。Quand t'es venu dans la rue。 いや、師匠、ええよ。あ、すいません、ちょっとお腹すいた。辻りもらっていいですか。ここにある。いや、いいけど、いいっすか。やった、辻りくれんねや。まだまだ行きましょう。もう無理そうや。飲んでくださいよ、相馬さん。じゃあ楽しく飲んで、楽しく飲んで、せーの、乾杯。うわぁ、楽しい。てか、見つけちゃったけど、相馬さんが抜かりないわ。どういうこと。パンツも緑。あー、すごいわ。すげえな。すごいな。俺さっきトイレ借りてんけど、トイレットペーパー緑。マジ。記念にもらっていいっすか。いや、それはいいよ。えぇー、やった。いいよ、めっちゃいいよ。めっちゃいいよ。まあいいよね。いや、全然すか、マジで。これはヨギボーのやつで、これ編集するときに、そこに置いて。しかもこれも、お酒置いて。いい感じ。いただきます。わー、ありがたい。いや、嬉しいですよ、ほんとに。チーナの人、うわー、気持ちいい。あー、かわいい、かわいい。ジンやばいぞ。ジンやばいですよ。ジンの直やばいぞ、これ。ジンやばいぞ。彼は、あの、机で、これも緑なんですよ。あ、ほんまや。めっちゃいいよ。めっちゃ可愛いよ。パグ、パグみたいに可愛いよ。これダメですか、もらってダメですか。えぇ、これ欲しい。これだって使わないんじゃん。いや、編集頑張りたいもんな。頑張れる。頑張れる。頑張ります。あげます。ええ、はい、そうでしょ。マジで。これいくらぐらいですか。40万。Quand t'es venu dans la rue。すげえ。え、な、な、妊娠中に食べたいご飯。将来的にもらっていいですか。あ、いいよ。マジで。大丈夫ですか。いい、そうです。いや。Quand t'es venu dans la rue。まあでも、まあもうちょっと飲もうかな。みんなも飲もう。俺も飲みたい、俺も飲みたい。みんなで飲まなあかんやん。ちょう
っと待って、めっちゃいいグループね。いや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 、これやばいよ、ほんとに。わー、めちゃったね。何で飲んでへんやん。何で飲んでん。今思い出したよ俺。何 GoPro Max のレンズをちょっと割っちゃって。あ、マジか。そうそう、マジで。これ結構ガチなんですよ、撮影中に。で、あったんですよね、家に。あ、GoPro。 俺ら今から YouTube 頑張るって時に必要あってくるなっていう。あ、GoPro ね。いやいや、それはなんかその壊れちゃったやつだよね。俺も確か。確かにバッテリーの部分がもう、ああ、壊れてるけど、あ、使おうと思えば使えるね。だってこれだけ。でもこれほんま入れたら使えるよ。確かに。そうなの。入れたら全然使える。そうなんですね。使わないです。全然使える。え、普段使って。これもらっていいですか？もらう。レイクレイにさ、それ言われたらさ、まあでもな、かわいいな。レイクレイかわいいからな。かわいいな。レイクレイかわいいからな。いや、かわいいな。違う、マジでかわいいな。違う、そういうのじゃなくて、マジでいいやつじゃん、お前。いや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 、そんなのないやん。これどうしようかな、じゃあ、戻すか。まあ、戻すしかない。待って。え、あげます。サブにもらったやつ。あ、サブもらったやつだけど、サブワに行ってそれはあげるわ。マジ？だってないでしょ。だってさ、それレイクラの方がさ、そりゃね、そりゃそりゃそうだけど、そりゃそうだもん。え、マジ大でしょ。あ、痛い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 。ごめんごめん。あれ痛いの。マジ？痛い痛い。そういうとこお前可愛いな。みんなで飲もうよ。いや、お前飲みましょう。痛い痛い。相馬さんだよ、痛い痛い。そうなんだ。前で悪いの。みんなで飲む前にちょっとこれいいっすかもらって。何何何、ポッケ、ポッケ、ポッケ、そんなんあげるじゃん。飲みやすいわよ。いや、嬉しいな。いや、マジで。いや、戦い。あ、あら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 、はい、あ、また下も緑。緑タンクトップ。あれ、それ、あ、やばいやん。それ、西成買ったやつだから、それ。あ、そう、思い出やばいから。すいません、寒かったんで、ちょっと。いやいや、それ、それ、それ、あれ、ささげさんって一緒にもらったやつだから。ささげさんにもらったやつ。これは西成で2000円だったわ。あ、でも、思い出、思い出やばい。きついんちゃうぞ、それ。似合ってます？似合ってる。てっちゃんは何でも似合う。あ、いやいやいや、てっちゃんは何でも似合うわ。いやいやいや、じゃあちょっと申し訳ないですけど、もらっていいですか。いや、それこれちょっと、これきついですよ。このアウターをあ、はいもらっていいか。はい、いいに決まってんじゃん。えぇ、ちょっと知らない、そんなことない。そんなことない。知ってんじゃねえよ、お前。あげる、あげる、あげる、あげちゃうよ。やばい、これ欲しなってきた。でしょ、これないんだよ。え、確かに。そうそう、古着だから。一点物って。そうそう、これ3万ぐらいして。誕生日プレゼントでくれたよ。それは。これは。誕生日プレゼントでくれたよ。それは今寒いから着てるだけでしょ。そうそう。あげます。ええ。それ。ありがとう。これ。何これ。佐々木さんもあのそれ理解してくれると思う。これ見たらやばい。Quand t'es venu dans la rue。そんな意識してる後輩にあるわけないよ。これめっちゃ、お前それか。それはほんま、ちょっと待って。だってお前ズボン見て、今日のそのまま。いや、お前ら絶対タップが絶対タップが絶対タップが。ください、あげる。それなんすか、それなんすか、それなに。お前バカ野郎、バカ野郎。これ正教費だよ、正教費。相馬さんも自分持ってください。そう、勢いとかいいんですよ。俺もこれ作りたかった、これ作りたかったよ。分かった、あげます。あげるぞ。全部負け。もう俺の家真っ白にしろ、真っ白にしろ。ないんだったらしょうがない。そんなあげる、あげる。こんなこんな
一番いらないですよ。ないですよ、これは。沢田さん、ゴミ箱ないんで。あ、ないんだ。どうしようかなと思って。あげます。あれそうだ。沢田さん、沢田さん、なんか中にこんな入ってる。どうぞ。こんな入ってる。これスマブラのマイタ全部入れてるわ。いやでもスマブラのマイタ全部入れてる。全部入れてますよ。全部入れてるからあげちゃう。じゃあ俺もうね、今日でレイクレイめっちゃ好きなんですよ。マジだって、もう何だよ、それは。何だよ、お前。これさ、めっちゃ申し訳ないよ、バイオハザード入ってるから。おもろいやつ。バイオハザード入ってるから。あげる。VR もあるか。お前それマジか。お前着る服だよ。お前洗濯しようと思ったけど、洗濯しようと思ったけど、洗濯しようとしてくれたんだ。近くにコインランドリーあるから全部あげるわ。これとかどうすか。あ、それそれは無理だわ。これは無理だよ。マスキングテープなんで使いかけだから。これ買ってあげるわ。申し訳ない。マジでやばい。もらえますよ。だってそれみんな困ってんだったらあげてるさ。すごいよ。これどうやってあげるかだな。本当にどうやってあげるかが問題になってくるわ。小野さん、あのこれちょっとちょうど足りてなくて。ああ、そうかそうか。これね、あのウガンダのお面で、営業死にそうになっちゃって、ウガンダでお守りみたいな感じ買ってくれたもん。あげます。ええ、あ、てか、まあこれはいいんすけど、後ろのハンガーの方が欲しくて。これは無理だ。ええ、うわ、それか。ああ、ほらほら、それ一番悩むやつや。それダメっすか。うわ、ダイソンのこれ高いよ。これこれ10万10万っすよ。これ10万っすよ。10万やばいでしょ。10万やばいからもうあげる。お前偉さすぎるやろ。ってことで、泥酔した大先輩 YouTuber 何でもものくれるでさ。もらわないのじゃあ。ま、マジでもらいます。あ、じゃあ。もらいます。マジでもらいます。マジでもらいます。じゃあ、一回マジでもらおう。いやいや、一回マジでもらって、じゃあそれもう、取り返しに行くわ。なんでかっていうと、また会いたいから。うわぁ、どうなんや。レイクレ最高。なんかまた会えるじゃん、そしたら。また会えるじゃん。純粋無垢な笑顔やな。そしたらまた会えるだろ。いや、まあそうですよ。そしたら取りに行くわ。取りに行くから。この家からほとんど物なくなりましたよ。真っ白だったから。俺だって身ぐるみ剥がされてんだよ。じゃあ佐々木さんの時。佐々木さんは、佐々木さんは本当に怖い人。すごい人だけど、俺が土下座しとくから。お前はそれでぬくもってるわ。一回全部なくなってからみたいなとこあるから、自分。重みあるわ。教訓を全部言ってくれる。人生ゼロからスタートした方がいいことあるから、ゼロになるのもあるべき。いやいやいや、ありえどが、そういうメッセージ性がある。確かに、ハートフルな動画になりました。これはもうヘキちゃんトラちゃんのチャンネル登録も絶対してください。絶対してください。今言うけどさ、俺の方が好きだよ、みんなも。いやいや、それはないって。バカバカ。俺ら俺ら好きやって。俺レイクレ一瞬で好きになった。いやいや、俺らもずっと俺マジで好きだからな。レキちゃうもんな。俺レキとかじゃないじゃん。今日の一瞬の日。いや、いい